はい、どうもこんにちは、松井塾の松井ですということになります。はい、では順番にやっていきましょうということになるんですが、今日は、としひろ T ドット T つっちゃさんかな、つっちゃさんっていうふうにまあちょっと略しちゃいますが、いや面白い面白いですね。はい、まあ入ったなっていう感じですね。今回はちゃんと許可をいただいてからの投稿になってますんで、ぜひ紹介してほしいという感じになったんで、ぜひ私ハイエナなんで私自分で動画を伸ばすクオリティ全くない人なんで、はい、全然やってもらえればありがたいですね。ただ何回も言いますけれども、私の拡散力はほぼないと思ってもらえればいいんで、私の拡散力はほぼないで、何とも言えないんですけれども、それになります。で、私はまあ、モンタロー学のどうやら権威らしいです。つっちゃさん曰くね。はい、モンタロー学の権威って何だとか思うんですけど。いや、誰も見てなかったですからね。日本人は本当誰も見てなかったですから、モンタローさん。これ俺が言っていっちゃいますよ。俺がディスってるとか言うのやめてください。モンタローさんがご自身でお伝えしてたことなんですけど、いいこと言うなーとか思いながら、俺ずっと見てたんですよね。ずっと見てた。で、これも別にずっと見てますって僕は、モンタローさんに囲んだんじゃないんですよ、実は。もともと、これちょっと経緯で言っときますけど、言っとくと、モンタローさん自身が、モンタローさんに、僕が動画上げてたんですよ、たまたま。で、なんかのタイミングで、休日のタイミングだったと思うんですよね。休日のタイミングで、昨日ちょっと部屋掃除しながら、モンタローさんの動画ずっと見てたんですけど、みたいな話だったんですよ。200本くらい見てたんですけど、みたいな。話で、モンタローさんが、見られてたんですね。ご覧になられてたんですよ。ご覧になられてて、で、ああ、みたいな経緯から、まあちょっと、勝手に使わせてもらってるという話ですね。はい。たら、そんなに見てんの、松井さんぐらいですよ、みたいな会話から、じゃあ、モンタロー枠です、みたいな、飲んで学ぶと。が始まったっていうのが本当です。はい。ということになります。はい。ある意味で言うならば、のんたろうさんよりのんたろうさんを詳しいっていう、の動画ののんたろうさんに関しては、多分のんたろうさんより詳しいっていう。はい。一時期は空で言えましたから、はい。何万回再生の時は音声が入っていないとか、ポーンって答えられるんで、はい。いう感じになってるんですけど、で、のんたろうさんの食レポですね。のんたろうさんの食レポ動画っていうのがあったんですよ。俺はね、これを見た時にね、衝撃を受けましたね。よく考えると、食レポってそうだよねって思ったんですよ、昔。で、何がすごいかっていうと、よくよく考えると、食レポって食に当ててないんですよね。よく考えるとそうなんですけど、食レポって本来目立つべきは食事で、食人じゃないですか。だから、その、綺麗な女の人が出てきて、これはこうこうこうですねって言うんですけど、女の人にスポットが行くんですよ、基本的には。基本的に女の人にスポット行くんですけど、のんたろうさんってね、食事の方にスポット当てるんですよ。で、それ見たときに、あ、天才だと思ったんですよ。ごめんなさいね。ごめんなさいね。私が天才だと思って、実際見に行ってそうじゃないと思われても、俺知らないんで。はい。で、それ見てて、ああ、のんたろうさん天才だなと思って、食レポ、あ、その発想がなかったなっていう話なんですよ。で、私はいい悪い別にして、なんかすごくクリエイティブだなとか、あ、その発想なかったなっていうと、もう、即座にこう、感動しちゃう人なんですよ。で、感動しちゃう人なんですけど、で、その、のんたろうさんの食レポをコピーするっていう発想が俺にはなかったんですよ。俺にはなかったんですよ。完全に。だから、すげえな、つっちゃさん天才だなと思いましたね。でも、よくよく考えたら、そうなんですよ。つっちゃさんやってるの正しいんですよ。普通に考えて。でも、だって、YouTube って基本的には、You をチューブするから、You をブラウン管を通して発信しますよ、表現しますよ、じゃないですか。ってことは、その You をチューブするわけですよ。で、しかも You って誰かっていうと、発信者から見た時の You って他の人なんですよね、考えたら他の人じゃないですか。で、その人の食レポの顔のところをチューブするっていうことになるわけじゃないですか。おーって思いましたね。すげーって思いましたね。はい。これはね、すごいと思った、マジで。で、もうね、顔芸がね、超一流。顔芸が超一流。何やろう。うん。
いやもう芸能人ってしていいのかよくわかんないですけど、芸人としていいのかよくわかんないですけど、つっちゃさんがどういう方向性で YouTube 活動されるのかわかんないですけど、あの、顔芸がね、もう、秀逸。俺、本気で笑ったから、その発想なかったなと思って、その発想マジでなかったと思って、いや、これはね、素晴らしかったですね。素晴らしかった。伸びると思います。はい、伸びると思います。はい、伸びると思います。もちろん伸びると思います。はい、ラーメンだけに伸びると思います。はい。で、ちょっとあの映像が乱れて申し訳ないんですけど、こんな大事な局面であの映像が乱れるっていうね、状態になってしまって申し訳ないんですけど、ちょっとあの使いですかね、パソコン酷使しすぎなのかもしれませんが、そういう形になります。はい。いやー、これ、つっちゃさんの食レポね、ちゃんとあの言いました。はい。あの、私はあの、のんたろうさん大好きですけれども、あの、優劣に関しては、あの、教育者なんで、あの、はっきりと、あの、ちゃんと言いますね。つっちゃさんの方がうまいです。あの、のんたろうさんリアルにへこみますわーって書いたんですけど、好きか嫌いかということと、うまいか下手かは分けて考えるんです。ですから、学問上の要するにポイントになりますね。学問ではそうです。好き嫌いと正しいか間違ってるのか、要するに正確に判断しなければならないと同時、ですか、うまいか下手かということに関して言うと、どっちの方が伸びるかなという感じになった場合に関しては、つっちゃさんの方が伸びるんじゃないかなというふうに私は思っておりますんで、はい、ということになります。はい。いや、でもね、これね、のんたろうさんね、すごいですよ。いや、すごいっていうのは、新しいジャンルを開拓できた人と、新しいジャンルを使って伸びる人ってまた別ですからね。これ才能は別ですから、才能は別ですから、私はオリジナリティは全くないんで、オリジナリティは全くない人間って僕はいつも言ってるんですけど、はい。ということでね、こうのんたろうさんの食レポを完コピして、さらにこうね、上乗せしてしまうというね、つっちゃさんの食レポ、これは非常に面白かったですね。今のは91、91か、チャンネル登録者91なんですけど、うん、伸びると思いますね。はい、伸びると思います。はい。すんごい上から目線で言ってるんですけど、これは関つばさんの時の、あの教訓で、またやらかしたらすっごい恥ずかしいんですけど、さらっと抜いてね、あのさらっと抜いて、何をお前ハイエナしとんねんみたいな空気に流れると、すごい嫌だなと思いながら言いますが、はい、すごいです。うまいです。うまいものはうまい。すごいものはすごい。伸びると思います。はい。この人は伸びます。はい。まあ私ごときがね、応援したからといって、すぐすぐビッグウェーブが起こったりはしないとは思いますが、はい。すごいものはすごいと思いますね。はい。まあ、いうことになります。はい。まあ、あの、次回はね、食レポをね、のんたろうさんの食レポのコピー版の食レポをちょっとね、期待したいなと思いながらね、はい。私としては、すげえなと思いながらね、はい、見させてもらいましたということになります。あの、他の方々もね、あの別にあの松井くんになんか紹介してください。まあ、そんなに影響力はないですけれども、あの、松井くんにあの紹介してくださいという方がいらっしゃいましたらですね、ガンガンあの紹介しますので、ガンガン紹介しますので、ただし、あの、私の場合、ちょっと熱苦しくなってしまうので、今回の場合は、あの、ちょっと熱くならないようにとやってますが、なぜか熱苦しいと思うんで、あの、それが苦手だという方はね、あの、やめていただきたいということにはなるんですが、まあ、つっちゃさんの食レポ動画でしたということですね。はい。まあ、あの、全然、あの、授業動画とは何の関係もない動画ではありますが、以上になりますということになります。というわけで、いつものように行かせてもらおうかなと。ですけれども、この動画、つまらないなと思った方は、つっちゃさんのところでチャンネル登録。この動画普通だなと思った場合に関しては、つっちゃさんのところでチャンネル登録を。そしてこの動画面白いなと思った方は、つっちゃさんのところで、チャンネル登録をということになります。それでは、See you again ということで、またの機会にいたしましょう。それでは、松井塾の部屋からお送りいたしました。それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。